ギュルシェン、本名ギュルシェン・バイラクタルは、トルコの歌手。1976年5月29日生まれ、イスタンブール出身。歌唱力に加えて、そのセクシーなアピールで人気が高い。ギュルシェンの初アルバム BE ・アダンは1996年に、2番目のアルバムアーケクソンは1999年に、リリースされた。2002年に、 リリースされた3番目のアルバム CM では商業的成功を得ることができなかった。そのことが影響してか、次にリリースされた4番目のアルバム o ブオブでは収録曲のプロモーションビデオで体のわずかな部分を覆うだけの格好で登場し、ラジオテレビの監視機関 RTUK によって放送に不適格と判断された。 多くのテレビ局が彼女のプロモーションビデオを放送したことについて警告を受けた。2006年にリリースされた5番目のアルバムのタイトルユタアスック、チャンダースックは、ケマルアタチュルクの有名な言葉、祖国に平和、世界に平和の引用である。ありがとうございます。